はい、どうもでです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょう。ということで、皆さん、大量再販おめでとうということで、かなり買えますね。いろいろ、バイオレット、スカーレットあたりも買えますし、パラダイムトリガー、ロストアビス、あとは白熱のアルカナあたりも再販してるみたいですね。あいにく僕は、パラダイムトリガーしか出会っていなくって、あとはバイオレット、スカーレットの再販に出会ったということで、買ってますけれども、ロストアビス、白熱のアルカナはなかなか出ないと。なかなか見かけないということで、まあ見かけたら買おうかなと思ってますよ。で、今回ね、スカーレット、バイオレット開けていきたいんですけれども、なんで開けるかっていうところ、ちょっと理由がありまして、はい、どん。これね、僕のコレクションのファイルなんですけれども、ちょっと見ていただきたいんですが、実はですね、これ AR、そして SAR をまとめているんですけれども、実はスカーレットを、そしてですね、バイオレットの SAR 枠がありません。ということで、今回は、まあ、このファイルを埋めたいと。というところもありますし、このファイル最終的にはコンプ目指していきたいんで、まあ、その辺をね、込みで開けていきたいかなというふうに思います。ということで、今日はスカーレット、そしてバイオレット再販したということで、遠慮なく向けますんで、じゃんじゃん開けていきたいと思います。ということで、やっていきましょう。はい、ということで開けていきたいと思います。まあ、スカーレットとバイオレット開けると、だいたいバイオレット後にされがちというところがありますけれども、理由は分かってますよ。見栄えがある程度あるからですね。はい、ということでスカーレットから開けていきたいと思います。まあ、スカーレットもね、やっぱりミライドン、あ、コライドンのね、SAR あたり欲しいですし、SAR まだ足りないんでね、思ってないの、しっかり当てていきたいかなというふうに思ってます。まあ、かなりね、久しぶりに開けることができるんで、まあ、楽しみたいかなと思ってますよ。まあ、再販、来たっていうことで、まあ、向きやすいっていうのが一つ。あとはね、やっぱり、まあ、ちょっと前のパックなんで、じゃあ、何か環境的に使えるカードがたくさんあるかというと、そういうわけではないとは思うんですけど、ただね、やっぱりいろいろこう開けて楽しみたいっていうのもありますし、来週診断発売というところですね。ステラミラクルでしたっけ？再販ということなんで、まあ、いろいろね、また環境が変わりそうなカードっていうのもちらほらあるようなんでね、まあ、その辺も込みで。いろいろ変わると思いますけれども、まあ、ここでね、一回この環境というか、この新しいシーズンのね、原点に帰っていきたいというふうに思いますんで、スカーレット・バイオレットから行きたいなというふうに思ってます。さあ、はい、海ディグラの AR。海ディグラの AR、実は僕持ってなかったっていう説がね、ちょっとあるんですけど、気のせいかな。確かね、実は持ってないみたいな。で、実はまだね、やりたい企画ありまして、V スターユニバースですね。V スターユニバースね、まだ持ってないカードが何枚かだけあるんですよ。まず、カイの SAR でしょ？カイの SAR がないのと、あとは、デオキシス V スターの SAR がないのと、あとは、オリジンディアルがオリジンパルキアの、UR がまだ持ってないんですね。なんでね、ちょっとその辺はね、V スターユニバースから地引きしていきたいかなというふうに思ってますんで、まあ、ちょっとその辺もね、いつか企画にしてやっていきたいなというふうに思ってます。まあ、V ユニも最近また、ちょっと買えるようになってるっぽいんでね、まあ、その辺開けていきたいかなと。家にはね、まだまだ V ユニいっぱいあるんで。ちょこちょこね、動画外でね、楽しくて開けちゃうみたいなとこあるんですけど。なんだけどね、買えるってことはね、まだまだ開けられるってことなんで。まあ、その辺も楽しみでいた、よー強い俺、強くない？はい。偉大なケベ EX の、あ、噛んじゃった。偉大なケベ EX の SAR ですね。おっしょ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 っし。これね、コレクション1枚さ、すんげえ嘘ってんな。コレクションだって。コレクション1枚、SAR を引きたいっていう、僕の希望見事叶いましたね。これは、うまいんじゃないの、ちょっと。これすごいっすね。有言実行。よし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 。偉大な牙。てか、偉大な牙だったんだというところからスタートですけど。偉大な牙 EX の SAR 出ましたよ。よーし。これは、いいぞ、いいぞ。こうやってね、自分でこうコレクション、シングル買いしようかなって思って、シングル買いしたカードもあるんですけど、ただね、やっぱり自分でこう埋めていくっていうところに楽しさってのありますんで、まあ、その辺もね、込みでやっぱり、自分で当てていくってところをこう大事にしていきたいみたいなところもありますね。はい、大なきば EX。はい。あと5バックですよ、スカーレット。さあ、何か当たることができるのか。あ、そういえばね、
あの、ちょっと余談にはなりますけれども、まあ、ちょっとね、動画の最後の方に、告知を入れておきたいかなというふうに思いますが、まあ、ちょっととあるね、ことが僕のチャンネルの方でありますので、僕のチャンネルっていうかね、まあまあとあるお知らせがありますんで、動画最後まで見ていていただけたら嬉しいなというふうに思っています。ということで、1ボックス目開封終わりました。まあ、こんな感じ。偉大な牙 EX。SAR 出ましたね。嬉しい。よし。これは嬉しいっすね。うまいなぁ。ちょっと、やっぱり少し休み休み開封するお電話、うまいかもしれない。はい。ということで、この勢いのまま、バイオレット、行ってみたいと思います。はい。ということで、バイオレットも開けていきたいと思います。SAR ね、偉大な牙出ましたんで、まあ、こっちからも SAR 引いていきたいですね。まあ、やっぱりミライドン、コライドン、この辺欲しいんですけど、まあ、バイオレットに関しては、ナンジャも入ってますんで、ナンジャもね、ちょっと狙いたいっすよね。ナンジャも SR、SAR、まあ、どちらもね、持っていませんので、まあ、その辺当てていくっていうことをちょっとしたいという感じですね。はい、ということで行きましょう。早い。はい、ウィンディー X の SR ですね。いや、早っ。え、これで終わりってことはない？え？ヤドン。いや、ちょっと、いくらなんでも、早すぎやしないか？あ、違う、バイオレットは何でもじゃないですよね。ごめんなさい、嘘つきました。バイオレットはあれですね、ミモザですね。ということで開封終わりました。まあ、今回バイオレット、スカーレット開けさせていただいて、結果こんな感じ。まあ、四つん這いで勝ちという感じですね。はい、ということでね、再販が来ていろいろ買えるということで、皆さん今まで手に入らなかったカード、そしてね、手に入れられなかったカード、ポケカのね、まあ、あの高騰だったりとか、まあ、本当に転売だったりとかで全然買えなかった時からだいぶ買いやすくなりましたんで、今こそねいろいろ手が伸ばせると思いますんで、欲しいカード、手に入れたかったカードを手に入れてはいかがでしょうか。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価でお会いいただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。一つ埋まったから OK だね。これです。さあ、今日はですね、こちらです。スカイレジェンド2箱1箱、まあ、山椒がパッケージにいて全部で60箱なんで、はい、180箱でございます。あの、大量に開封する YouTuber さんたちがですね、リアル開封の方をですね、こう開けていきたいと思います。でもほら、もうほら、この開ける時点でですね、だいぶもう手こずるわけですよ。ルギア V のスペシャルアートとなっているという形ですね。そしてその他にも、バイバイ。